さんこんにちは。ジャパネット固定ののお時間がやってまいりました。皆さん、もう12月冬になりましたね。もう本当にもう最近寒くて寒くて仕方ないんですけれども、こんな寒い時に皆様一体どうしますか？そうですね、ご自宅のお風呂に皆様入ると思います。12月はクリスマスもございます。そんな自宅でもね、クリスマス気分が簡単に味わえる、そんな商品を本日はご紹介したいと思います。じゃん、こちらですね。バス用品専門店で有名なラッシュさんで出しているクリスマス限定の商品でございます。こちらの商品名、なんと The Art of Christmas Bathing Basic でございます。素晴らしいですね。こんな大きな箱に入っておりまして、こことても素敵なイラストが描かれてあるんですけれども、イギリスのデザイナーの方が手掛けているこの素敵なサンタクロースでございます。では早速こちらの中身開けていきましょう。こちらのね、このリボンを切って開けるみたいですね。それではね、この素敵なサンタクロースのボックス開けていきましょう。オープン。なんて素晴らしいんでしょう。見てください、こんな蚕のような眉のようなものがたくさん入った中にたくさんバスボムが入っております。この蚕をかき分けていきますと、おらら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 らあらららららら、らこのように入っているんですね。しっかりとこの中に、あら、かわいいサンタクロース、いいですね。こんなにたくさんのバスボム、なんと合計17個も入っております。すっごいです。この上の蚕を取った状態がこちらで、すっごいカラフルですわね。もう本当にクリスマスにちなんだものがたくさん入っております。この真ん中にもね、こちらのね、ほら、かわいらしいサンタクロースも入っているんです。普段はですね、こちらギフトセット用として準備してあるんですけれども、今回は全て自宅で使いたいと思います。17個もありますのでね、どれから使おうか悩んでしまいますね。さっき説明書があったんですけれども、この中にですね、どんなバスボムが入ってるのかという説明書、紙がね、入っていたんですのよ。なくなりましたね。本当はこちらのね、ギフトセット YouTube ではなくてファンクラブ限定でやろうと思っていたんですけれども、まず最初の一発目は YouTube でお見せしたいと思います。もう17個もありますからね。このサンタクロースはクリスマスの日にね、ちょっとやりたいなって思いますけれどもね、結構分厚いですね。カラフルな感じで可愛らしいです。どうしましょう。俺さっきこの説明書を見つけましたので、この中にですね、全て説明が書かれてあります。これを見てね、どんなものなのかというものをちゃんとね、事前にチェックしておきます。やっぱね、皆さんどれ一番気になります？やっぱね、見た目インパクト重視、気になるの多いですよね。やっぱり目に留まるのこちらですか？この牛、あ、違う、馬、この何とも言えないこの表情、ヒヒーンって思わず泣いてしまいそうですわね。それでは今回はこちら一発目にお風呂に入れちゃいたいと思います。それではね、こちらお風呂に入れていきましょう。ヒヒーン、ポカラポカラポカラ
お風呂にやってきましたので着替えて早速お風呂に入っていきましょう。やっとお引っ越ししたのでね、こんな綺麗なお風呂でこのお部屋とお風呂場すべてお見せできますね。はい、このお馬さんとともにヒヒン。こちらがね、新しい新居のお風呂になります。お風呂でもしっかり掛け湯をしていきます。こちらですね、お馬さんギフトホースというバスボムになります。これも多分冬限定のバスボムになるんですかね。見てこの顔、やばいでしょ、面白すぎるんだけど、何なのこの顔、すごいですね。ちょっとやっぱりラッシュさんって出す商品がねユニークなものが多いんですけれども、ではこちらをねお風呂に入れていきます。こちらのね、ラッシュの17個入ったギフトセットは12月中にね、すべて使い切ります。で、YouTube ではね、この1個しかやらないんですけれども、残り16個はすべてファンクラブ限定でお見せいたします。有料会員の方にのみお見せいたしますので、気になる方はぜひね、見に来てくれると嬉しいです。ギフトホース、インズバース、投入！すごいね、なんか前の白い風呂釜の時よりも黒いお風呂の方が泡とかがねめちゃめちゃ綺麗に見えるよ。香りがねオレンジなんですよね、マンダリンオレンジとか柑橘系が入っていて気持ちが爽やかになる。久しぶりでね、こうやってお風呂でバスボム使ってる。最近 YouTube もね温泉ばっかりで、私もともとねお風呂女子だったから、いや今でもお風呂女子なんですけども、お風呂の動画から始まったんですが、最近ね全然ないんですよお風呂の動画。やっぱこれがコテノの原点となっておりますのでね、やっぱりお風呂を楽しまないと温泉も楽しめませんからね。あ、間違えて沈めてしまった、ちょっと、お馬さん、お馬さん、キャー、沈みましたね。これでどんな綺麗なバスアートができるのか楽しみ。あ、だんだんいい香りが増してきた。レモンとオレンジとマンダリンオレンジ、もうほんと柑橘系がいっぱい入ってるからね、柑橘系好きな人にはもうぴったりだね。こう、あともうちょっとこのギフトホースのねお風呂をまったり楽しみましょうか。そのまったり入っているねこの続きはファンクラブでね流しますんで、ただの私のバスタイムでございます。ちょっとタオル変えようかな。